レフ・ビゴツキー・レフ・セミョノビチ・ビゴツキー、1934年6月11日は、ベラルーシ出身のソビエト連邦の心理学者。唯物弁証法を土台として全く新しい心理学体系を構築し、当時支配的であった既存の心理学を鋭く批判した。10年ほどの短い研究活動の中で発達心理学をはじめとする幅広い分野について数多くの実験的、理論的研究を行い、37歳の若さで世を去った。彼の飽くなき研究意欲と旺盛な活動はアレクサンドル・ルリアやアレクセイ・レオンチェフなど多数の優秀な青年学生を集め組織された研究集団を作り出した。彼の指導のもとに様々な具体的な心理学問題の実験的研究が実現し、青年学生らは後のソビエト心理学界の重要な担い手となっている。心理学のモーツァルトとも称され、その思想は21世紀の今日も影響力を持ち続けている。また、20世紀のソビエト障害学の基礎を作った。1896年、ベラルーシのボルシャの裕福なユダヤ人家庭に生まれ、南部のホメリで育つ。8人兄弟の2番目。一時期、家庭教師による教育を受ける。1913年、ラトネル中学を金メダルの成績で卒業。モスクワ大学に入学して法学を専攻するが、当時から哲学に興味を持っていた。彼は法学だけでは飽き足らず、並行してシャニャフスキー人民大学にて歴史と哲学を学んだ。さらに社会科学、心理学、言語学、文学、美術など広大な領域の百科全書的知識を身につけ、これが後の心理学研究の基礎となる。在学中にロシア革命を経験。1917年、モスクワ大学法学科及びシャニャフスキー人民大学歴史=哲学科を同時に卒業。1918年、ホメリに帰って文学と心理学担当の教師となり、同時に演劇学校で美学と美術史を講義。その傍ら勉学を続ける。多くの中学校、師範学校、演劇学校に出かけ、学生たちの人気を集めた。この頃にゴメルスキー国民教育部の演劇科の主任を務め、また師範学校に心理学実験室を設けた。1918年から1920年にかけて正規と日々と名付けられた出版事業を開始。2冊の本を出版するが、紙不足を理由に事業は中止される。この頃、結核を発病。1921年から1923年にかけて、後に教育心理学として出版されることになる一連の講義をホメリ師範学校において行う。1924年1月、レニングラードでの第2回全露精神神経病理学会において、ゴメリ県国民教育部の代表委員として、反射学及び心理学研究の方法についてと題する発表を行う。この直後、コンスタンチン・コルニーロフに招かれて、モスクワに舞い戻り、心理学研究所に第二書員として勤務。本格的な研究活動を開始する。同時に教育人民委員部の障害児、教育科主任を兼務する。5月にドミナント反応の問題を発表。11月に未成年者の社会的権利保障に関する第2回大会で、障害児教育の原理に関する報告を行う。この年、ローザ・スメホワと結婚。また、ルリア、レオンチェフらが同僚となり、心理学3人組が揃う。1925年、意識の問題が唯物論心理学の確立に重要な意味を持つことを指摘。ゴメルスキー国民教育部の演劇科に勤務していた時に書いた論文。特に師範学校における一連の講義内容を集め、芸術心理学を公にし、学位を得る。この時結核の病状が重く、公開審査は免除される。これにより、大学で講義する資格を得た。彼は、クルプスカヤ名称共産主義アカデミー、リープクネヒト名称産業教育大学、第1モスクワ国立大学、国立音楽院、第2モスクワ国立大学、ゲルツェン名称レニングラード教育大学などから講師に招かれ、研究所を提供された。また、教育人民委員部の心身障害児教育課の指導にも当たった。さらに、10月に行動心理学の問題としての意識出版。1926年、唯物弁証法の立場から、現代心理学所流派の批判的検討に取り掛かり、心理学の危機を執筆。教育心理学を出版。また、ドミナント反応の実験結果を発表。1927年、心理学の危機の歴史的意味を完成させる。1928年、子供の文化的発達の問題を発表。通信教育用教科書、学童期の児童学を刊行。なお、この年モスクワで行われたサダンジによる1週間の講演を毎日見る。1929年春から数ヶ月間、タシケント市の第一中央アジア州大学で、教師及び心理学者に対する講義と訓練等を行う。また、モスクワにおける障害児に関する心理学研究機関組織の運動が教育人民委員部における障害学研究所となって結実する。児童期における随意的注意の発達出版。少数民族の児童学に関する科学的マイナス研究活動計画についての問題を発表。また失語症についての執筆もなされる。通信教育用教科書、青年期の児童学を刊行。ロシア精神分析学協会に入会。1930年、行動の歴史に関する史論をオルリアと共著。また、この年から1931年にかけて、通信教育用教科書、思春期の児童学を刊行。1931年、さらに精神病理学の研究の必要性を感じ、心理学の教授兼医学部生となった。障害児のための発達診断及び育児相談、高次精神機能の発達史の執筆。また、この年から1932年にかけて、ルリアらと共に、ウズベキスタンで認識過程の形式の歴史性と、構造変化を研究した。ウクライナの神経心理学研究所に新設された心理学部門の要請に応じて、ハルキウ市に主な活動の拠点を移す。1932年、ピアジェの児童の言語と思考のロシア語訳版を編集し、これに編写前書きを寄せる。1933年から1934年にかけて年齢の問題を執筆。1934年、没後、名著、思考と言語を刊行。また、この年、児童期における教授と認識の発達、統合失調症児の思考も発表された。1935年、論文集、教授、学習過程における子供の知的発達刊行。1936年、論文、俳優の創造性についての心理学的問題がペ、M. ヤコブソン著。俳優の舞台感覚の心理学の付録として掲載される。なお、ロシアでは児童学研究が20世紀初頭の1901年以来、教育実験を伴うものとして継続的に試みられており、ソビエト連邦となった1920年代から1930年代にかけてビゴツキーの支持者により児童学情報誌が発行されていた。しかし、過剰な実験による批判があったことから、ソ連共産党中央委員会より1936年7月4日に、正式に禁止命令、教育人民委員部の系統における児童学的変更についてがなされた。この決定により、子供の知能の発達研究が停滞したが、1956年、ソビエト共産党第20回党大会において、スターリン個人崇拝批判がなされ、その後、ソビエト教育学1956年12月号史上に、グリゴーリー・コスチュークにより、提案論文、子供の教育と発達との相互関係についてが掲載されて、約1年にわたる討論が行われ、同時に児童研究における知能発達の追求が再開されることとなった。ありがとうございます。